おはようございます。ハーモニックファームです。今日はあいにくの天気で曇りで温度がちょっと安定しないので、育苗ハウスの温度管理をしながら去年の秋に収穫した大豆の空取りって言えばいいのかなをやってます。これの品種は黒仙石大豆って言って、見えるかな、見えないかな、こんな小さい黒い大豆です。昔は緑肥とかに使われてたみたいなんですけど、なんか近年ちょっと流行ってますよね。これは種取りずっとしてて、もう何年になるか分かんないぐらいずっと種をつないでます。今日は一日この作業やりたいと思います。